そう。ちなみにあの配信の日は、ハマちゃんが出ます。そう、私土曜日は思いっきり無理なんですよ、用事とかぶってて。で、日曜日はやることが ちょっといっぱいあるからでき見れないんだよね、ちょっとぶっちゃけ。もう悲しい、それが一番何より悲しい。ちょっとハンドクリーム塗ります。そう、私絶賛バタバタ中なんです、ほんと。来週、再来週あたりもちょっとバタバタ。再来週は落ち着いてったらいいんだけどな。来週とかもめっちゃ、バタバタなんで、ちょっと配信見れないんですよね。土曜日は確実に見れない。そう。でも日曜日も見れない可能性が99%。本当はね、見ようと思えば見れるんだけど、そうなると、ちょっと後々、どうなんだろう。いやー、でも頑張りたいからちょっと今回は我慢します。でも多分うちの家族は見ます。受付番号1番だった。強すぎ。ありがとうございます。そう、生配信を見た人は絶対前日見に行ってください。これはマジで思います。マジ1回だけじゃもったいないから。そう、1回だけ見たっていうのは、まだ「ジョン・マイ・ラブ」全部は楽しめてないねって個人的には思いますね。そう、個人的には思うので、その1回しか見に行かないっていう人は全然それでもいいんですけど、まあ個人的には、まあ「ジョン・マイ・ラブ」、まあちょっとある面からはまだ楽しめてないなそれはってなるから。そう、やっぱそう、今回何があれってね、結構てっちゃんのキャストが変わるっていうところ、そう、トリプルキャスト1期なので、それは本当に一つの魅力でして、そう、毎回、ま、3人とも見ていただきたいです、本当に。そう、だから、そう、配信見る人は、ま、配信見て、ちょっとまあそれでいいやとは思わず、本当は来てほしいんですけどね、まあなかなかね難しいところもあるからあれなんですけど、そうだね、とりあえずヨコちゃんとさやちゃんのも配信してほしいよねっていうところがありますね、個人的には そう、そう、なんか配信ないかなーって言ってた人は全員見てください。はい。配信ありますよ、皆さん。じゃあ見てください、みんな。はい。ってなるからね。そう、配信ないかなーって言ってた人、絶対見てください。そう、次ある時でいいやとか思わずに見てほしい。次がないかもしれないからね。そう。マジで。割と本当に私はそう思うんですよ。今回見て、あ、じゃあ次もやろうかなって思えるようになったらいいんだけど、その今回で、まあ次あるからいい、次また会った時でいいかなみたいなんじゃ、ちょっと次がないかもしれないから、ぜひ見ていただきたい、本当に。まあ一応アーカイブもあるんでね、そう。というわけで皆さん見てください、ジョン・マイ・ラブ。アフタートークショーもあるんだよ。私アフタートーク見たいんだけど、なんで？なんで土曜日も日曜日も忙しいの？ アフタートーク見たいのにな。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。アフタートーク見たいんですけど
私も早く久しぶりにジョン・マイ・ラブ見たいんですよ。もう1ヶ月も見てないんですよ。ありえないと思いません？1ヶ月も、1ヶ月しか経ってないんだよ、最後にジョン・マイ・ラブ見てから。私もう3ヶ月ぐらい経ってる気持ちでいるんだけど、今すっごい。1ヶ月しか経ってないってありえない、本当に。ありえなさすぎんご。またんごってちゃった。そうなので私も実況配信とかはできませんが、はい、皆さん絶対見てください。よろしく。じゃあね、今日あった話しますね。なんか親指が痛いんです。足の親指っていうか付け根あたりが痛くて楽しくない話になってる。そう、親指のなんか付け根あたりが痛いんですよ。朝からなんか朝起きた時から違和感感じてて、でどんどん痛くなって、今そんななんかすっごいなんかわかんないんだけど痛いんだよね。特に何もしてないのにさ、なんか今日朝起きたらなんかすっごい痛いんだけどみたいな。そう、ちょっとぶっちゃけ靴脱ぐときと歩くときと階段登るときがきついっす。助けてください皆さんみんな助けてどうすればいいですか。原因不明のこの痛みをなんとかしたいんだけどどうすればいいかな。とりあえず痛み止め飲む予定ですけど、あー、まあ、今はすっごい痛いわけじゃないけどね。朝が一番、いや朝昼ぐらいが一番痛かったんだよ。そう、ほんと朝起きたらなんか痛くなってて、本当に靴脱ぐときが一番きついっす。もうね、どうすればいいんだろうね。伸ばせないし曲げれないし困ったもんだよ本当伸ばしてもちょっと、まあ伸ばすのはそんなにあれだけどね、曲げたらね痛いっていうかすごいあれなんだよなんか何なんだろうねマジで。って思います。っていう今日の話でした。ごめんね、今日話せそうなことがこれしかなかったあんま楽しくない話で申し訳ない。あー、骨なのか筋肉なのか、わ、骨なのかな。あ、骨なのかな、わかんないよ。まあ明日ぐらいには治ってることを願いますね。そう、昨日もね特になんか親指すごい負荷がかかるようなことって何もしてないからさ、なんか急にあれみたいなおかしいって思ったらなんかどんどん痛くなって、あ、これもしかしてなんかちょっと変だなって思ってたけど痛いじゃんみたいな、なんでってなって。そうなんですよ、謎ですね。さあ今日は何の話しますか。ここに来て何の話するって聞くってどうや。
れました。もう好きです。あとなんだろう。あと好きな部位。わかんないや。でもそんなもんかな、特に好きな部位は。ホルモンはね、ぶっちゃけそんな好きじゃないんですよね。脂身がす、っていうか脂だからさ、すごいんだよね。あんまむつこいもん食べれんのんよ。あ、むつこいってのはちょっと脂っこいってことなんですけど。いや、むつこい、脂っこいだけじゃないとは思うんだけどね。そう、むつこいもんがそんな食べれんけんさ。食べたらむつこくなるけんさ。ホルモンは特に。タンが一番カロリー高い。そうですか。あ、ですね。さようなら、さようならって言っちゃった。まあね、結構割と私このショールームでむつこいって何回か言ったことあるから、あーなんかルンバちゃんよく言ってんなっていう人と、まあでもなかなかね、そのショールーム毎日来てるとかっていう人もそんなに多くないからね、そのむつこいっていうのがあるんです。まああと初めて聞く言葉ってさ、字幕とかついてない限りなんてってならん？私はなる、すごい。そう、あまり元からなまんない私が唯一なまる言葉です、これは。はい。だけど、イオ弁じゃなかったわ。まあでもさ、あの、県とかもさ、九州とかでも使うけん、そんななんか愛媛特有なやつっていうのあんまないんだよね。そう。ね。でもそう、なんか私愛媛出身なんですって言ったら、あんまりなまってないねって言われます。そりゃデスマスの稽古を使ってる時はそんなになまんないでしょうって思ったんだけど、皆さんどう思いますか？そうなんですよ。だからショールームでもこうやってね、そうなんですよっていう風にさ話すからさ、そう、ルンバちゃん全然なまってないねって言われます。ちょっとなまってみてよって言われます、大体。はい。なまってみてよって言われてもな、元からそんななまってないからなって思っちゃって、そう、困ったなっていつも思う。そう。こんばんは、どうも。るんちゃんなまってる印象がない、よく言われます。はい。どうなんだろうね。
私の友達もそんなになまってないんですけど、どうなんでしょうね。私の周りでなまってる人があんまりいないからな。環境もあるよね。そう、はい、結構お母さんは割とおじいちゃんおばあちゃん世代が割となまってたよねみたいな感じで言ってたような気がする。って思いますね。また前髪切った？切ってないよ最近。え？土曜日には切ったけど、そんな私短いスパンでは切らんよ。そんなにね、お金かけれないからね。はは。最近もうね、前髪巻かないからね。なんかもう、櫛で整えたら割といい感じになるからさ。巻かないでいいからすごい楽です正直。そう、まあでも8入ってからさ、私よりすごいいっぱいなまってる人いるから、それはそれでいいなってなる。たまにさ8でもさ、このセリフを方言で言ってくださいって言われても、いやもうこのまんまなんですけどっていうのが割とあるんですよ。でもその中で絞りに絞って頑張って言うんですけど、まあ限界があって、本当私の中の雄弁のボキャブラリーがないから、そう、だからなんかなまってる人ちょっと羨ましいなって思いますね。そう、そう、なんか例えば方言で告白してみてくださいって言われても、え？方言で告白？みたいな。でだからすごいなんか絞りに絞って絞って好きやけんとか言うてる、いや普段好きやけんとか言わんしなって思ってみたいな。そうっていう風に思ってます私は。うん、そうなんですよ。あんまりなまんないのもちょっと考えものだなってちょっとエイトの活動してたら思いますね。そう、なんか好き自体に方言があったらいいんだろうけどなーって思うんですよね。そう、でもそれがないからさ、私が知らないだけかもしんないけどね。そうそう、私の中では好きに方言がないから、そう困ったなーっていつも思いますね。
エイトメンバーって方言使うメンバーたくさんいますよ。でもパッと思いつくのはゆりなちゃんかな。ほんとゆりなちゃんはずっとなまってる。なんかすごいと思いますよ。すごいな、めっちゃなまってんなみたいな。そうゆりなちゃんからよく聞くのはほんと偉いわです。疲れた、ん、疲れた時かしんどい時かに言うんやって。私は偉いって言わんけんさ。偉いっていうのはほんとあんた偉いねみたいな感じでしか言わんけんさ。なんでいきなり方言出てきたんやろ急な方言なんですけど、これなんでやねん。そう、多分これはゆりなちゃんに釣られたな。で私さ、ちょ思ったんですけど、私エイトメンバーの中でも名前を呼んでるのってちゃん付けなしで呼び捨てで、ゆうなとあやねぐらいじゃねって思って。そうってふと思ったんですよ。あんまさ名前で呼ぶ子少ないんですよね。そんなもんかな。ちゃん付けで呼ぶ子はまあまあいるんだけど、ゆりなちゃんはゆりなちゃんだし。あ、でもセリカもセリカだわ。そう、増えた一人小田は小田って呼ぶ。たまに小田えりだけど小田って呼びます。エリナとは呼ばないそう、あ、でも七瀬も七瀬だわ。そう、七瀬、セリカ、あやね、ユーナ、あとは考えたら割とポンポン出てくるな。でもなぎちゃんはなぎちゃん、よこちゃんはよこちゃんで、りんりんはりんりんだし、ひーちゃんはひーちゃん、おだはおだでしょ、ゆいゆいはゆいゆい、あ、でもマリアはマリアだ。あれマリアって呼んでるよね、なんか不安になってきたわ。マリアはマリア、待って、ひだあやはひだあやでしょ、で、まああやね、七瀬で、ハルピョンはハルピョンだし、ヒカルンはヒカルンだし、サヤちゃんはサヤちゃんだし、ヒユカちゃんはヒユカちゃんだし、ちょっとあの順番にちょっと今言ってってないです。で、あのハッツはハッツでしょ、あとはちょっと待って、もうね途中もう順番じゃなくなるともう一気にわからんなるわ。みつほちゃんはみつほちゃんだし、はまちゃんはハマちゃんでしょ、ももちゃんはももちゃんだし、でレミちゃんはレミちゃん。あ、今あのあれね、ちゃん付けじゃない、呼び捨て、呼び捨て、そう呼び捨てだからちゃん付けの子は省かれます。でひーなはひーなで、のんのんはのんのんでしょ、でみゆちゃんはみゆちゃんか、下をどっちだっけ、どっちも呼んでるような忘れたな。でゆきちゃんはゆきちゃんで、ゆりなちゃんはゆりなちゃんで、カレンちゃんはカレンちゃんでしょ、でミッサーはミッサーだし、なるちゃんはなるちゃんで、きょうかちゃんはきょうかちゃんで、そらのんはそらのんで、れいちゃんはれいちゃんだし、そんな感じです。なんで呼び捨てで呼んでる人は七瀬、セリカ、ゆうな、あやね、この4人ですかね。あとマリア、ごめんマリア私覚えてられないんですよね、なかなかあげるの。マリアもですね、ごめんねマリア、すまんほんまにごめん。でもその5人か、そうですね、
たまにユーナのことハットリって呼ぶ気がするけど、でも圧倒的ユーナの方が呼びます。そう、逆に名前で呼んでくれる一人もいません一人もいませんね。うん、みんなルンちゃんかルンバって呼んでくれます。うん、私もそれがいいですね、ぶっちゃけ。もうそれに慣れたっていうのもありますし、ファンの人にもね、あんまあルンバって呼んでくださいって言ってる。あんまカオルって呼んでほしくないなって思う。なんかね、なんか違うんだよなってなっちゃうから。そう、その方がいいか。あんま、そうだな、どうなんだろう。まあでもできればルンちゃんかルンバか、まあニックネームで呼んでくれたら嬉しいかな。まあでもそう、たまに私ってカオルだったんだ名前って、自分の名前にびっくりすることあるけどね、本当にルンちゃんって呼ばれすぎて、そうルンちゃんとかルンバって呼ばれすぎて、そういえば私カオルって名前だったなってたまにびっくりします。とあと、みんな私の名前忘れてないよねって思っちゃいますね。そう、私がなカオルっていう名前のこと、みんな忘れてないよねってたまに思います。そう、だからそれこそさ、ジョン・マイ・ラブのキャストさんもみんなルンバですそう、いやー、みんなルンバで定着してんなーって思いながらね、うーんってなってましたで、なんかやっぱさや鉄とかゆい鉄とか浜鉄ってあるじゃないですか。もう私自分の名前るしかないからね、ルン鉄って。いや、めちゃめちゃさ、めちゃめちゃさ、いや、ルン鉄ってめっちゃ言いやすいからいいんだけど、ほんとね、自分のさ本名るしかないのが面白すぎて。たまに一瞬出てこない時ある。あら、ルンバが染み付きすぎてますね。しみしみのおでんになってるね忘れないでください思い出せたら OK 忘れたらね、覚えさせるだけですよ。誰が言い始めたの、ルンバって。いや、まあ普通に私がニックネームにしてました、ルンバは。そうです、はいもう自分でニックネームに設定したからね、ルンバは。そう、まあ考えたのはお姉ちゃんたちですよね。ほんと、もう物心ついた時ぐらいにはもう私カオルンバっていうニックネームだけはできてました。誰からも呼ばれることなかったけど、でも8入ってからカオルンバって呼んでくださいっつって、カオルンバをニックネームにした時から
ルンバって呼ばれるようになったんで、そう。はい。まあ、プライベートではね、あ、すっごい一番仲いい子にはルンバとは全く呼ばれませんけど、そうだね、高校生の頃とか割とみんなルンバって呼んでる人はルンバって呼んでた。うん、もう私ももういいやと思ってそのままにしてたんですけど、面白いな。そう、でも一番よく遊ぶ子たちはね、普通にカオルちゃんとかでしたね。最近連絡取ってないんですよ、あんまり。元から連絡取る方ではないんですけど、久しぶりになんか送ってみようかな。何送ろう。でも送るとしたら何送ればいいんだ。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにします。じゃあギフト読んでランキング読むよ。カラスのかわこさん、とんがり帽子、海指さん、ハート、100個、玉国さん、ハート、アルビンズランクさん、ハート、ダイユさん、サルさん、桃の天ぷらさん、100個ハート、はい、ありがとう。13位、桃の天ぷらさん。12位、飯田ひろゆきさん。11位、タクトさん。10位、ソランさん。9位、ロミツさん。8位、アクア広島県民さん。7位、キャトルさん。6位、モノシャルさん。5位、アルビンズランクさん。4位、玉国さん。3位、 TKHKG さん。2位、夏目さん。1位がカラスのかわこさんでした。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。またね。おやすみ。 See you.